ヤーズインサイドストーリー2。当番組ではパチンコパチスロの海物語シリーズをとことん実践してゆずコインを貯めていくことを目的としています。ゆずコインとは実践結果の出玉一玉が1ゆずコインに相当します。また動画再生数1再生に対して1ゆずコインが貯まります。獲得したゆずコインに応じてプレゼント企画を行います。それでは説明いたします、はい。今月はですねスゴロクでございます。オープンしてます。ナイスチンチン。わチンチン電車を褒めただけだから。これもうパターン俺の勝ちやん。やばいゴールだ。え、マジ。ここで緊急ミッションが追加されました、はい。お、今度こそプラスにいっぱい止まればその分も合わせてその分そうです。かけるだからまあなので、もう一周行きたいと思います。追加ミッションで。はい。制限時間も変わらず今継続したままやりますので、はい、あと1時間弱かな、1時間ぐらい残ってますので、ね、当てちゃってください。だから俺たちは本当そんなに。フリーじゃないもんね、このルールは、うん。まあもちろん1回達成してるからね。マイナスないのはね、まあ、マイナスは絶対ないね。マイナスだけに止まったとしても残るから。確かに、うん、やばいな。3、え、あ、終わりそうなの。1ラスト。いやいやいや、バサッ。高田さん、なんでしゃろ。いやいや、なんでしゃろ。 ST が終わっちゃうと話が変わってくるって、うん、終わっちゃいましたんで話が変わりました。いやいや、帰り酒。トラックガタガタしてる。トラックガタガタしてる。え、あるんじゃない。マジで。あ、転廃した。 え、あるんじゃない。マリン出てきたよ。え、マジ帰り酒。あ、お、嘘。マジ帰り酒。うわ、うまっ。えぐ。71回当たった。帰り咲いた。マジやば。天才かよ。6図柄です。あ、待って、まだ前交渉。あ、前変わるかな。可能性はあるでしょ。7に変わりました。あら、うまい。じゃあ高田さんが7で当てたということで、はい、7マス進めたいと思います。はい。1、2、3、4、5、6、7。マイナス300。マイナス300。なんでなん。マイナス好きやね。なんで。よかった。すごいね、見せるよね。引くわ。超ギリギリで、さっきだって70回で当てて、次71回で当ててるからね。ドン引きだわ。安心したわ。そういうことするでしょ、高田さん。そうなの。俺より目立つんだもん。そうね。ちょっと待って、俺が全力で終わりそうだ。それはちょっとヘネシゲ違いますね。それはちょっとヘネシゲ変わってきますよ。さっき俺が言ってたこと。それはちょっとヘネシゲ変わるな。ほら当てっから、ほら。やられたらやり返す。いや、3回まで行ったし、あるから、赤まで行ったよ。大丈夫ですか。いや、当たります、当たります、はい、69回転よ。はい、宮廷一回滑ろうか。はい、はい、恋しくて。はい、これリーチ当てるよ。69回転頼むよ。ほんと3人。いや、割り怪しいんでないの。熱唱熱唱、愛を込めて。うわ、やばい、歌届けます。 あ、届きた。届いた。うっそー。いや、見せるよね。いや、見せるよね。いや、何図柄ですか。69回転今からよ。2だけど変わるから、ほら2です。わかんないね。1、2、マイナス400です。何なの。何なんだろうな。何なんだろうか。プラス出たことあったか今日。
よ。ここは下手なんだよな。何なんだろうか。チャンス目1回、おっぱい。一杯おっぱい。おいしくて。天杯。おっぱいから天杯。何言って、何をあいつは。あ、一人。何をあいつは笑ってるんだ。一人なんだけど。おっぱいから天杯って自分で笑ってるぞあいつ。いや、そこでウリンバーイとか言うからちょっと言い踏んでんじゃねえよと思って。ええやないか。乗っかってきたからびっくりした。ラッパーやん。ウリンがラップに目覚めたやん。おっぱい天杯ウリンバーイって言ってたでしょ。天才やん。ラスト。バサッ。帰り咲いて、また。はーい。2670。やばいです。終わっちゃいます。終わっちゃいます。4。諦めないでって。諦めてないよ、まだ。うわー、マジかー。3510獲得でございます。ただ泣きの4回。当ててよ。当てたいよ。2人とも S に抜けちゃったからね。そんなことある。2人で入って2人で抜けるなんて、その仲良しじゃなくていいんだって。1人も。こんにちは。ご苦労さん。ご苦労さんはダメでしょ。なんで。目下の人に言うことだよ。え、ちょ待って、俺そもそもさ、ウリンちゃんの方が目上なの。え、そりゃそうでしょ。え、俺ウリンちゃんより目下だ。そりゃそうよ。あ、そうなの。どう見ても俺の方が年上だけど。年とかじゃないから、業界歴で言ったら全然下でしょ。いや、それ言ったらもうほぼほぼ業界歴一番大御所やん。もうそうだよ。矢田さん、業界歴何年でしたっけ。6年とかだと思います。あ、じゃあ意外といい線いってるかも。ウリンちゃんが2013年ですね。7年じゃん。じゃあ、うん、じゃあウリンちゃんの方が先輩じゃん。あ、じゃあご苦労様やめてもらって。調べました私。ええ、そこはワリンさんじゃなくてウリンちゃん。忍者忍者忍者。あ、ヤブサメ忍者七図柄遠田さん、ええでーって。ウリン、ウリンがええでーって。あー、ワリンちゃん、やっぱり俺ワリンちゃんが好き。先輩のリンちゃんとか別いいわ。ワリンちゃん当てて。いえい、107回転。七つ柄でございます。これを12変える。おお、天才ゴールド。マジ？はい、10ラウンドでございます。うま。持ってるね、107回転。進みます。どうぞ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。マイナス300です。嘘やろ。ねえ、こんなことある。 D も笑ってたわもう。いや、僕、まあまあ、とにもかくにも小田さん、はい、この私の早い当たりでボールが見えてきました。あららら、あと何ですか。15マス。あ、いいねいいねいいね。え、いけるよマジで。じゃあその ST で決めちゃってよ。私お茶飲んでるわ。いや、人任せ。え、人任せ。当てるからね、もう帰るからね。帰るよ、マジで。俺はマジで帰るよ。電光石火の4時前に終わらせる収録を。やば。あと20分。任せろ、5分で決めれるから。かっこいい。任せろ、俺は帰るぞ。3週目帰るとか言い出した。やばい、それはズルだ。それはズルだ、それはおかしい。イノシカ町来てるから。それはおかしい。あ、炎目魚群、ほら、決めてやる、決めてやる。10ラウンド10ラウンド。はい、見事12回転大当たりでございます。ディレクターの気持ちとは裏腹に当ててくスタイル。あー、まあ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 、4です。はい、4ね。さ、おかしくないこれ、狙ってんのこの作り方。1、2、3、4、マイナス800です。でけえ。もうじわりじわり効いてきてるけど、ボディーブローが。6ラウンドだったらマイナスだからね。マイナスがね、13個なのよ、うん、プラスは17個あんだよ。プラスの方が多いのに俺たちマイナスしか取れてない。それもどうなの。やばくない。
一応良心的に作ってくれてんだよ。すごいね。いやでもさすがに次はねプラスゾーンが結構多いから。ただね1回休みが2個ゴールまでにあるんだよ。なるほど。ここでの1回休みはちょっと痛いからね、高田さんが通常時なだけに。確かに。あ、イノシカサクランブの煽りが来てるけど行ったら、あ、行った。サクランブ来たよ。高田さん頼むよ。任しとけ、決めてやるよ。これ2だけどね。10ラウンド10ラウンド。はい、お松からの魚群でしょう。これはさすがに魚群でしょうよ。ちなみに2はマイナス、はい、プラス。いやちょっと待って、コードさん泡だ。あでも富士山ある、さすがに大丈夫やろ。はい、オッケー。2はですねプラス、おプラス500。お、初めてのプラスになるのか。でもちょっと待って、タッチがあるから押せない、押せない。3コードさん、はい、3コードさん、はい、コードさん一回休み。1、2、3、そんなことある。下手くそすぎる。下手くそすぎるか。変わらなくてよかったですやん。それなら。それなら2でいいですやん。いや、むしろ他の奇数でいいじゃん。5でも7でもいいわけだしさ、9でもいいじゃん。なんでわざわざ3選ぶよ。まあ、次の1回休みを飛ばして、5を引いたらマイナスだからね。で6引いたらまた1回休みだから。やばいやばいやばい、いけそう。いやーちょっと待って、1回休みはマジでえぐい。無駄だよ。変えるよ、決めて。あ、変えるよ。これで10ラウンドとかあったらいけるよな。いや、やりそう、俺やりそう。8、9、10ならゴールなんですよ。おお。だからここでまた1、2とかで当てて10ラウンドで綺麗に決めたい。やばいって、終わる。小田さんあと5回転です。出てよ。なんで当ててんのに俺怒られてんだ。あ、来たよ、3人シルエッツ。テンパったよ、小田さん。お、いいよ、3人だよ。大チャンスよ。あるよ、3人外したらマジでやばいよ。いや、マジでないか、外すわけないじゃん。もうとりあえずここは1回休みだから、もう図柄関係なしに当てるから。7だけど、確かに。とりあえず当てないと、続けることが大事。そう、大事だから、もうそこに文句は言わない。当たってくれれば。どっち、あー、ありがとう。65回転マジ。ただね、あ、全回転じゃん。うん、これ10ラウンドなんですよ。ここでマジか、そこの全回転出すかね。1回休みじゃなきゃさ、ねえ、ゴールしてんじゃん。まあまあ、でも当たったこと、つなげたことが大事ですから。確かに、まあいいでしょう。なんで上からなのかな。まあいいでしょう。俺、まあまあまあいいでしょう。ちょ俺2周目一人で奮闘してんだけど。え、もはや高田さん、はい、頼むよ。うん、頑張ってはいい。いやいや、ここ最後決めるんでしょ。そんな言ってサクッと俺が SD で当たる前に初当たり取っちゃって。まあまあまあしたいよね。これで俺5000超えましたからね、持ち玉も。プラス収支もプラス、スゴロクも大活躍。いやー久々じゃないですか、3周目4周目もヤドゥー会。私あと250玉しかない。来た、ついに、ついに高田さんを見下ろせる時が来た。1周目もぴったりだったから、もう8で決めてやるよ俺が。ここはかっこいいな、またでもさ、これでさ、いよいよさ、もし8でゴールしたらさ、プラスに1回も止まれなかったんだよ俺たち。2周もして。それあと8マスの中にプラスあんの。いや、あのていうか、なんならもうマイナスが1つしかない。え、マジ。うん、と1回休みが1つなのよ。すごっ。5マスがプラスなのよ。これ外していったらすごいよ俺たち。あ、日差しピンクです、あるよ。あ、コード変えちゃったんですけど。初歩的ミス。あー、やっちゃった、やっちゃった。1、
え、普通の海モード？いや、お祭りに戻した。あ、戻したんだ。どれかは分かってるんですよ。あ、これこの保留。ああどう、当たりそう？ダメ。ダメかい。おい、これ抜けたらやばいぜ。やばいな。うん、やばいぜ。せめてゴールしてから気持ちよく終わりたい。楽しんではいるけど、楽しんではいるけどさ。高田さん、はい、3。あ、え、あ、高田さん、はい、あ、2。あ、なるほど。あ、高田さん1。あ、なるほど。あ、高田さんラスト。あ、なるほど。しかもさ、うん、最後に保留がよ。あ、たまった、危ねえ。最後たまるっしょ、リザルト。3675です。はい、やっべえよ、終わっちゃったよ。帰り咲いてください。僕が帰り咲けると思います？帰り咲けないと思います。正直でやらしい。え、テンパった。え、また。いやいやいや、マジで3人。思わせブリーブリブリー。ああ、そんなな、俺が持ってるわけないよな。はい、ということで今月の実践終了しました。はい、金富士いかがでしたか？いや、やっぱりね、一番はその必ず全ての渡り SD がついてくる安心感。いや、これはね、やっぱね、打っててね、こう楽しみがね、毎回楽しめるじゃない。ドキドキしてさ、ああ時短だったとかならないから、そこに関してあと 75% の継続率で、あえてしっかり出玉も持てるっていう意味ではすごい金富士満喫しました。いや、もうありがとうございます。楽しかった。はい、どうでしたか、高田さんは？同意。いや、違うのよ。え、違う。いや、もう全部言われてしまったので。楽しかったです。合わせて金富士の感想を高田さんお願いしますって書いてあるから。楽しかったです。だそうです。それでは、はい、今月の結果発表いきたいと思います。はい。私がね、今日ダメだったんですよ。すいません、本当に。いや、とんでもない、とんでもない、とんでもない。本当すいません。いや、全然いつも活躍してもらってるんで。本当申し訳ない。投資が結構いきまして、5750玉使って、はい、回収なしと。珍しいね、回収なしっていうの。使えないよ、もう本当に。いやいや、もう申し訳ない。いや、そんな言ったら俺いつも謝んないといけないからさ。まあ、確かに。ね、いや、今日ぐらいはいいじゃないですか。そうですよね。その代わり私が、はい、今日、まあ、なんとか頑張りまして、うん、投資2625玉、はい、回収が5255、プラス2630ということで、素晴らしい。私の方は、個人では勝利しました。ただ2人の、はい、合計結果が合わせまして、うん、マイナス3120玉ということで、ごめん、惜しくもね、なんとね、聞いた話によると、この SSS2 になってから、はい、実戦で負けたの初らしいです。すいません。いやいや、高田さん、謝らないで、本当に次回から俺ずっと謝らないで。いや、違う違う違う、俺そんな謝ったことないから、そこまで。本当にごめんなさい。違う違う、やめてやめて。私なんていなくなればいいのかもしれない。いつも買ってくれ、頼むわ。もうめんどくさいわ、そんな負けた時そんななったら。いやいや、違う、まだあるから、はい、ゆずこいミッションしたじゃないですか。あ、そうでした。これですよ、すごろく。楽しかった。楽しかったね、今日ね。すごく楽しかった。すごく楽しかったんだけど、うん、僕たちがあまりにも早く結果を出しすぎるために、うん、急遽2周目もチャレンジしたんですよ、はい、で1周目でね、9400だったかな。、うん、ゲットしたんです。まあ、ただ1周目でもプラスには止まってない、うん、なんと2周目見事プラス1回も止めてない。でしかも最後の最後に1回休み止まって見事10ラウンドその後に引くっていう。そうだよね、1回休みじゃなかったらゴールだったもんね。いや、僕多分ゴールですよ。1回休みじゃなくてもう確実にゴールだったんですよ。まあ、ただ、一応それを差し引きまして、プラス7600ユーズコインということで、うん、まあ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 、ないよりはないよ、ね、先ほどの収支と合わせましたら、本日の獲得ユーズコインはプラス4480ユーズコインとなりました。減らさないことが大事。なんとかプラスになった。よかった。いや、よかったわ。もうね、もっ
ってるなと思った途中で、ね、いや面白かったよね。逆にね、なんかもうここまで来たらプラス止まりたくないみたいなとこあったけど、ね、それが通じたんじゃないか、スゴロクに俺たちの気持ちがここまで行ったら笑いに寄せようみたいないやいや楽しかったです。いや本当楽しかったです、はい、いやいや、まあ金富士もね、満喫して、十分楽しめたということで、今月も本当にご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。来月号もよろしくお願いします。はい、何卒よろしくお願いいたします、はい、また来月号でお会いしましょう。はい、バイバイ。バイバイ。スゴロクはもうコリゴリだな